ストールストックホルムスロカールトラフィーク X60 軽電車はスウェーデンのストックホルム近郊の公共交通機関を運行するストールストックホルムスロカールトラフィークが使用する通勤軽電車である。アルストムが製造を担当しておりコラディアノルディックシリーズに属する。本校では本系列の派生形式である X61 軽電車。 X62 系電車についても記述する。老朽化の進む、X1 系電車の置き換えを目的に開発された。最初の計画では、アドトランツ社が開発したレジーナを導入することを計画していたが、加速性能やドアの広さに不満があったためにアルストム、トランスポール社に発注先を変更し、同社のコラディアシリーズを導入する運びとなった。 2002年に40億スウェーデンクローナを持って55、編成の契約をアルストムトランスポールと契約した。2005年には最初の編成が納入されて営業運転を開始した。車体は6両1編成で107メートル級となるもので、全体的に丸みを帯びており、従来からの1両あたり25メートル級の大型車体で、 直線的な外観を持つ車両とは大きく異なる。バリアフリー機運の高まりを受けて、従来の低床ホームをかさ上げせずに、これを実現するため、車両側を低床構造としている。客用扉は、片側2つの両開き式で、戸袋式ではなく、プラグドアである。このドアは寒冷地での運用を考慮し、車内温度維持のために、半自動機能が付随している。 半自動機能作動中は、乗客は、ボタンの操作によって、ドアを開けることができる。車内外ともに、ボタンは、日本の電車のようなドアの脇ではなく、ドア自体についている。車両両端部には、段差がある車内は、基本的に段差のない構造であるが、車両両端部だけは通路を挟んで左右の部分が高くなっており、例外的に段差がある。なお、その部分でも、 通路部分は水平で段差はなく車両同士の移動は容易である。座席は通路を挟んで2プラス3列配置のバケットシートでラッシュ時と換算時の兼用を考えて一部の座席は跳ね上げ式である。立ち客向けの設備として日本の通勤型車両のような吊り革は設置されていないが代わりにつかみ棒や座席の端につかめる突起が設置されており 目立つように黄色く色付けされている。旅客用案内装置として、車両連結面に LED 文字表示式の案内装置を設置しており次の停車駅などが案内される。また、各車両ごとに車椅子スペース、チャイルドシート、自転車ラックと監視カメラが設置されている。連接台車構造を採用し、6両編成で7個の台車を持つ。 拡大車は二軸構造で七つのうち中間の一つを除く六つが動力台車となっている。電動機は一機あたり2 5 0ット編成全体では六台車に12個のモーターを搭載しているので、3 0 0 0ットの出力を生み出す。制御装置は二重化されており、万が一故障しても、もう片方に切り替えることで運転を続行することが可能である。 試運転中の X61 系派生形式として、X61 型と X62 型が登場し、いずれの車両もスウェーデンの公共交通機関が使用している。スコーネ県での使用を目的に開発された車両で4両編成で、トイレ付けである。2010年8月に最初の運転を開始した。他の自治体でも発注されている。 X61 型をベースに最高速度を時速 180km に向上させたもの。ありがとうございます。